こんばんは。こんばんは。こんばんは。あらかわいい。こんばんは。ありがとうございます。星花火ありがとうございます。よしぎゃん。こんばんは。おといたち見てね。キューキーチューブも見てね。星花火ありがとうございます。やりよしみんこんばんは。こんばんは。おといたち見てね。星花火ありがとうございます。こんばんは。お、ただいま1位ありがとうございます。ん、あ、ちょっとこのテロップが見やすいよ。ただいま1位ありがとうございます。星花火ありがとうございます。サムネやばいよね。YouTube のねサムネ見た？みんな、そう、おといたちもぜひ見てください。おといたちって関西でしか見れないのかな、もしかして。26時59分からなので、だいたい3時くらいからですかね。見てください。録画しようかな。今見たいけど、生で初めてです、実は。おといたち星花火ありがとうございます。記念すべき初おといたち、ぜひ見てください。東京見れないんだ。あら、 TVer とかもないのかな。ないのか。わ、それはもう何かの手違いを祈るしか。深夜です。はい、3時から。ぜひ生でも録画でも見てください。関西の方は星花火とハートありがとうございます。見れない地域は悲しい。そうか、それはもう想像で感じ取ってください。悲しいね。星花火ありがとうございます。バラエティ放送室よしぎゃ。ね、1週間毎週だからさ、嬉しいよね。1週間、もう1週間経つのかって感じだけど、早いね。1週間。サンジはさすがに寝てるって方は、まあ、録画でぜひ見てください。星花火ありがとうございます。よしみ家も録画かな。星花火ありがとうございます。そう、そんな今日はバラエティ放送室ですが、明日はバチバチ N&B48 でまたまた豪快キャプテンさんと一緒に仲良し、もう仲良しです。月一で会うのでもう仲良しですね、さすがに。星花火ありがとうございます。ハートありがとうございます。今日も皆さんお疲れ様でした。皆さんお疲れ様です。火曜日大変ですね。あれはまだもう外が暑すぎて遅めの夏バテになってます。この夏そんなに外にいるみたいな日あったけど、毎日じゃなかったからさ、まあ、出るたび夏バテになってはまた室内でみたいな感じだったから、毎日外に出るのが今年の夏久々だから、遅めの夏バテになってます。うーん、ね、おといたち嬉しいです。初おといたち、実は実はぜひ見てください。朝涼しい。そうかな、もう起きたら汗だく、汗止まらない。でも前よりは涼しいのかな。確かにこう本当の夏よりは涼しくなったかな。確かに。星花火ありがとうございます。
今日は昨日までだった千秋楽のアーカイブをね、昨日まで変えたので、昨日買って昨日から1週間また見れるんですけど、それを見ながら配信しようと思ってたんだけど、ちょっとただいまママはガチガチやってくれてます。少々お待ちください。涼しくなった。そうなの、やばい。じゃあ夏本番室内ってよかったかも。このちょっと涼しくなったという今がちょっとあれには暑すぎるから。星花火ありがとうございます。夏バテならうなぎがいいの？そうなの？そうなの？いや迷うな。シャインマスカットとうなぎどっちにしよう、決めきれない。でもうなぎはみんな、よしみ家みんな好きだけど、シャインマスカットもあれ大好きだから、シャインマスカットも迷うな。まあみんな好きだけど、シャインマスカット。あ、見れた？見して見して、ちょっとやろう。ログインできないってこと？そもそも。なんか違うんじゃない？ママがこっちでは見れるの？うん、携帯は見れる。あ、じゃあそれでいいんじゃん。携帯触りたいってこと？それちょっと貸して、そこから見れるからさ、アカウントの名前とか。ああ、それはいつも使ってるやつなんで、それはいいんですけど、なぜパソコンだとログインができないんでしょうかね。貸して貸して。ちょっと待ってね。レインボースターありがとうございます。星花火ありがとうございます。ビタミン摂取重要ね。ビタミン取らなきゃ。暑い時に暑いもの食べるのいいの？嘘、そうなの？本当それ、そっか、趣味とかじゃなくて。ほんまに。星花火ありがとうございます。どうもどうも。確かにね、うなぎ届くまで夏終わってそう。うなぎって夏がいいの？そういうわけではない。別に夏終わっててもいいんじゃないかな。よくないのか。これに私の名前に誕生日なんですけど、これ見れるやつなの？うん、この今入ってるのが強すぎて。何が強いの？いや、まあやってごらん。強いって何？まあやってみたら分かる。強い。強いって何？なぜか残っちゃうの、ずっとキャッシュみたいなの。どういうこと？強いって何？これでログインしちゃうの、ここの入ってるやつ。本当だ、なんかバグってこっちになるんだけど。そうなの、強制的にもう一個のアカウントに。自分で手打ちで入れてもそうなっちゃうんだよね。なんだこれ。強制的に引き戻されるスタイルなんだね。リロードしてみようか。iPad で見ますか。じゃあ iPad はいけるんじゃないかな。少々お待ちください。花火ありがとうございます。星花火ありがとうございます。確かにブラウザ変えるありだね。こっちでやってみよう。 Chrome でやってみます。いや、どっちもなんですね。それがめっちゃ大好きみたいで。あ、12月から12月が美味しいんだ、うなぎって。そうなんだ、へえ。あ、なんかいけそうよ。本当？何だったんだろうね。
あ、無理だ、なんか引き戻されるんだけど。そうでしょ、なんでだろうね。引き戻される。ハートありがとうございますね。冬、秋が好き。夏は暑すぎてダメですね。多分今年が比較的外にいる時間が短かったから、今になって外に出たらちょっとダメっていうだけだと思うけどな、まだ夏に慣れてないっていう、もうすぐ夏が終わるというのにこれでもなんかできない、これに入れてみて、手で。うん、違うんじゃない、普通にパスワード。いや、だってこっち同じやつ入れてるの。ちょ、変えてみたら。いや、ちょっとややこしいな。え、じゃあそれで見たらいいじゃん。バージョンがあるんで。で、同じなんですけど。こっちで見る？マクドのパインフラッペで頭キンとなりました。うわー、パインフラッペいいな。パインとスイカ飲みたいんだよね。マクドのフラッペなんだかんだでまだ飲んだことなくて。てか、サンセットフラペチーノみたいなめっちゃ美味しそう、スタバの。サンセット。でもシトラス果肉苦手なんだよね。でも美味しそう。しかもサンセットの方が糖質倍だったよ、サンシャインより。サンシャインはパインだけだからさ、シトラス果肉が加わるとね、糖質が倍になってました。シトラス名だね。そうだから、サンシャイン飲みたい、もう一回。サンシャインマジで美味しかったから本当おすすめ。ここで買ったやつ見れる？うん、見れるよ。じゃあもう携帯で見る？いいよ。うん、あ、じゃあ撮ります。イヤホンある。はい、ってことで千秋楽を見ながらショールームしたいと思います。もう買えないけどね。そう、もう買えないんですよ。本当は昨日までやりたかったんだけど、ちょっとできる時間なくて、ね、今日になっちゃいました。じゃあ私はこっちで一緒に。昨日買ったので9月2日まで見れるんですけど、昨日買ったって方いるかな。単品ね、単品。ってことで見たいと思います。買ったよって方は一緒に流しましょう。買ってない方はアイネの顔で反応で。ちょっと飛ばし飛ばしで見れる？画質こんなんだっけ。ちょっと画質ケチってしまった。あ、500円だからか。違う、800円。あれ500円は500円のやつはものすごい悪いよね。そうなの？うん、そうよ。あれにいつも500円って言ってるけど、500円はちょっと悪すぎますよね、画質が。そうなんだ。うん、でもそのリアルタイムの配信の時は550円ね。ちなみに550円しか見れないんですよ。でも日が変わったら。あ、じゃあ月額ってめっちゃ画質いいんだね。月額もリアルタイムは画質悪いです。そう、うん、悪い。でも日が変わったらものすごいよくなる。若干混ざってるけど、まあ見えるから若干混ざってる。私は月額の方で見ますわ。少々待ちよ。ってことで見たいと思います。別にあれでも月額のやつで見たらいいんじゃない、よく考えたら。だから月額は昨日まで見れないんです。これ単品じゃん。ペンライト用意したのに。どういうこと？いや、私もこっちで見ようと思ったら。なんで単品でしか見れないじゃん。そう。え、その話してたじゃん昨日朝から。いや、そうだけどスポストまでしたじゃんね。ハートありがとうございます。そうそう、今オーバーチャーかかってる。ハートありがとうございます。ほら、腎臓繊維くらいです今。合わせる方は買ったよって方いますか？痩せた、そうかな。ちょっとママも痩せたって出てきたんだけど、そうかな。ちょっとコンサート、あ、始まりました。間違えました、痩せてなかった。あの体型はもっちりしてる。痩せてなかったって。あの顔しか見てなかったけど、ちょっととあるお風呂上がりに見た時に、あ、ちょっとむっちりしてたんで、ちょっと太った。コンサート終わったから。太ったっていうか、コンサート終わったからね、ちょっと気が抜けて顔みたいな。顔が緊張してるだけで、あの体型は程よく肉付きが良かったです。来ました、祈り祈りまで来ました。今、え、そのペースで1時間終わんないんじゃない？ちょっとユニットと MC を割愛させていただきますね。
懐かしいな、出たいな。もうやってないけど、ちょっと片耳貸してよ。遠いじゃん。遠ない遠ない。はい、右耳。はい、遠いでしょ。届かないんだけど。もういい。ここね、今合わせる方は分かんないよね。わあ、懐かしいな。あ、映った。この千秋楽の髪型お気に入り。え、それ夜公演見てるんだよね。え、千秋楽だよ。まあそうだけど。あ、美空ちゃん、あ、こより固定ヘアしてたんだね。お、綺麗、カノン。あ、一列綺麗。このなんか一列でさ、混ざり合って残ったら伝わる？一列歩いてきて、歩いたと思ったらさ、4番手と5番手だけ残ってるのかっこいいよね。めっちゃ好き、その、あの、なんだっけ、フォーメーション。伝わる？星花火ありがとうございます。ジェネチェンが一番フォーメーション難しいよ。3秒に1回ぐらい変わるもん。いや、手つなぐとこが好きだわ。あ、ちょうど今、うん、もうね。ホロビーが若干こう 0.2 秒ぐらいこうちょっとなんか癖あるやん。あの癖が好き。なんか振り向き玉とか伝わる。一列から広がるのもいいよね。ほのぴーだ。これいいよね、かっこいい。わあ、出たくなってきたわ。懐かしい。もう一回やりたいわ。あれ多分ね、20時半だと思ってる人いるかもしれないからリツイートしといた方がいいよ。え、しないっけ、ボス。めっちゃ見入っちゃった。無言になってました。ポストしました。あ、さゆきちゃんだ。すごい、青とオレンジのペンライトがめっちゃ見える。ありがとうございます。もう1ヶ月経つんだね。早すぎてびっくりするわ。命の S かっこいいよね。命の S は NNB の曲だし、いつかまたコンサートでやりそうだよね。13周年コンサートのアンダーライブでもやってたしね。命の S を由美さんセンターで、ま、来た、あやねがスライドしてくるやつ。あやねが、誰が抜かれてもあやねが必ずフェードインかフェードアウトしてくれる。横からね。照明かっこいいよね。あ、次世代コンで命でさあると思った。そうなんだ。確かに確かに言えなかったね。ゆっくり寄ってさ、配信だけ見てて、
気づかなかったらいいけど、気づいた瞬間ちょっと気まずいわしかも顔が痛って真剣星花火ありがとうございます。あ、千秋楽の赤部見てるって書くの忘れてた。ポストしましたね。1ヶ月も経っちゃ髪も伸びるよね、まあ、最近なんか髪切ったって聞かれること多いけど昨日もホービーとレイヤーに髪切ったって言われた知らんかったんちゃう。星花火ありがとうございます。かっこいいね、みんな命の演奏。これ髪長い人やっぱ暑そうだよね。ちょっと間の携帯がそれる。なんで？ちょっとそっちでログインできるかみたいから。え？じゃあやってみるわ今、うん、出た、髪切ったあ、この落ちサビいいよね、命のその落ちサビめっちゃ好き。ね、初日じゃないわ、ゲネリハをステージで、あ、違う、客席で見た時もここが一番かっこいいって思った。いいよねここ、いいよ、ちょっとそうみんないい顔してるしね、ここでも多分すごい公演入った方だったら画像も何も見なくてもその話だけでどのシーンの誰かっていうのが分かるんだろうね。ああ、ログインに失敗しすぎてもうログインできませんみたいな出てきたよ。あ、再設定しないといけないしパスワードだから、やっぱ再設定した方がいいよ。でも今それやったらそれが切れちゃうな、ね、じゃあまた後で。私も見れないじゃん。後で見たらいいじゃん、姉が寝てる間に。でもあ、アドレナリンが始まりました。ちょっとでもあやねってなんかマイクロ持ってたけどちょっと意地悪だよね。あ、なんか止まったんだけど。あ、やばいやばい、あ、なんかイヤホン壊れた。ん、あ、行きました行きました行きました。いいよねアドレナリン。アドレナリン次世代ライブでできて嬉しかった。まあ2回 2年連続だよね。あれ、ポストまだされてない、もしかして。めっちゃしたつもりだったんだけど、なんかうねうねしてる星花火ありがとうございます。この飛ぶやつかっこいいよね。あ、ポストされてないじゃん。あ、チカッパでもやってた。そうなんだ、いいね、絶対湧くやつフフ絶対外でアドレナリンって絶対湧くやつじゃんね。懐かしい、ママの好きなとこ、アドレナリンな。もう切るとこいいよね、うん、切るとこ好きあれ、なんでポストされないんだろう。私はユキノンの気持ちがワクワクが好きなの。あ、ユキノンのが好きなんだ。ユキノンのが好きなの
なんかポストされないんだけど、ずっと。なんで？感じのユキドンの気持ちがいい。なんでだ？まだあってくる。なんかちょっとツイッターバグってるわ、今。開けないって言った。激重なってる。ポストされてるよって。あ、されてる？あ、ごめん、から見えないんだよね。あ、2回ポスト来た、やば。自分の画面、まあ、あ、来てた。来た、アピールしてる感じ。ね、1個消すわ。1個だけ残した。この乾燥ダンスの時めっちゃ忙しいんだよね。忙しい。どこ？あ、終わっちゃった。最後のジャンプ。ちょっと意地悪だよね。いやいやいや、時間ない。ちょっと押せくれたらいいんじゃないの。あ、確かに、うん、そうだよね、仲良くやろうよ。そう、感想のダンス忙しい。感想ではなかったら、あのこの前のライブもあれね、こっちだったけど、めっちゃね、ここで呼吸整えるから全然いけるんだけど、感想のダンス忙しすぎて休む時間ゼロなんだよね。楽しいけど、あれあの手持ちのマイクだったらさ、歌ってない時になんかフーとかハーとか言えるけど、これヘッドセットだから言ったらモロ入っちゃうから、ちょっと言えないのがもどかしいところでしたね。ここそう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 、ね、仲良く挨拶になりました。後ろで姉が、苦しそうな姉が歌ってます。これなんかセーラー服がなんかボタン弾けてる率が高かったよね、あやね。うん、それでなんかサインとか決めといてよかったね。こうやったらこう外れてるよ。いや、むずいわ。レイニャーまで来ました、今。星花火ありがとうございます。ふー、イエーイ、レイニャーまで来ました。合わせる方はどうぞ。花火、ふう、難しいな。ホノピーの挨拶はあれだけど、昨日もやったとこだけど。何人かもうちょうど1ヶ月それこそ挨拶一緒にやってない人いるもんね。あの挨拶っていうか、フーとかそういうやつ。1ヶ月ちょうど、1ヶ月一緒に出てないってなんか初めてだよね、2人は。だけど、ん、なんかちょいちょいイヤホンが、リオピーが出ちゃった。あ、行けました。多分自分のユニット見て最後タンポポまで飛ばないとダメかも。じゃあちょっと割愛させていただきます。流れ星までちょっと割愛させていただきます。あ、来た。かわいい、アミタン。アミタン1ヶ月一緒に出てないんだよね。なんか出てる感じする。ほんとだ、30分足りるかしら。流れ星、昨日 HKT さんは現役大学生2人でやってたらしいですよ。ポストが流れてきた。現役大学生2人ってすごくない？大学生の方が2人もいるんだね。しかも一緒に流れ星っていいね。衣装がねちょっと違ったけど可愛かった。リボンがなんかここ固定じゃないみたいで、後ろにつけてるのもめっちゃ可愛かった。しかもボブの方がね後ろにつけてたんですよ。それがめっちゃ可愛かった。来ました。
ね、流れ星したいな、また。アミタン前髪綺麗だね。アミタンがすごい顔がちっちゃいからリボンがものすごく大きいけど、あれ程よいよね、大きさね。だるま、ありがとうございます。いや、できる日が来ると思ってなかったので嬉しかったですね。流れ星になってユニットが、ゆかちゃんと流れ星とか見てみたかったね。え、ゆかたんとやりたかった、一回くらい。ゆかたん身長も近いしね。青も一回つけてみたかったね、リボン。ああ、一個しかしてない、ね、ピンク、ずっとピンクだったかな、うんうん、衣装かわいい。星花火ありがとうございます。この茶番も可愛いよね。ね、手元もやりたかったな、最後に。あと1個だったのにね。手元もピンク着てみたい。手元のカチューシャとイヤリングと、これこれ。あの、指輪めっちゃ可愛くない？もうアイヌのタイプすぎて。ああいうなんか、ごつい、でかい、キラキラ系、可愛い。好きなんですよ。ちょ、おもちゃ感あるやつね。え、かわいいじゃん。かわいいやみたいな。イエーイが出てきたんですが、ちょっと割愛させていただきます。センター行くぜーまでちょっと。ちっちっち。さゆきちゃんの声めっちゃ聞こえる。行くぜー。この衣装はもうすっかり吸気衣装みたいになってきましたね。実際ライブでもこれだった。なんか分かりやすくてよかったけどね。うんうんうん、キューキって感じで、みんな色も同じだし、遠目で見たら全員同じに見えるから。チキはそのナンバー笑顔開花宣言の衣装だから、そうそう、あれも可愛いよね、キラキラで可愛い。あの曲が思い出すよね、やっぱり見たら。今は開花宣言の曲も好きよね、うん、あ、映った。これなんかわっさーってなるとこいいよね。わかる？わかる。絶対前髪崩れるよね。あれなんかポニーテールの時にさ、命のへそだったかな、なんかわざとやってるの、こうやって。やってない。ポニーテールをこうなんかちょんまげみたいなやつ。わざとじゃないですよ。わざとじゃないの？いつもなんかちょんまげを。衣装短いよね、わかる。若田の衣装、もともとはさ、次世代ライブで着た肩出しの方が自分の衣装固定でよしみ衣装だったんだけど、コヨタンもリオピもその形でね、上固まってその形の人多すぎるからっていう理由で形あいのが変わっちゃったんだけど。若田の衣装は丈だから、あれの方が身長高いからちょっと短かったんだよね、丈がハイウエストで。
この辺がウエストだった。これ私間近で見たことを何回かありますけどね。本当はこの肩出しがちょっと丈短めで、それ以外は膝上くらいなんですけど、うん、ちょっと短すぎますよね。でもちょっと身長合ってなくて、あれは膝上15センチくらいでした。いやまだ膝上15センチいいと思うわ。本当はでも膝上5センチくらいなんで。そうなんや。若田が着てた時はあのパニエがね破れてるのがすごい気になった。破れてないやつ取らなきゃダメなんだけどね。あ、破れてないやつの方が多いってこと？懐かしい。まだ覚えてる気がするけど、どうなんだろう。感覚でいける気がするけど。もうさゆきちゃんとか目つぶって踊れるんじゃん。え？さゆきちゃんとか目つぶって踊れそうなんか。あ、さゆきちゃん確かにな。確かに。もう全部もうこのなんだっけ、目隠ししても踊れそうなぐらいですよね。このなんか連結するやつ好き。連結あの電車ごっこみたいなやつ。これあれだけ動線が一人だけめちゃくちゃ遠いやつ ね、 うん、遠いよね。もうほんまに遠いこれ。これは右側に立つのが正解なの？何右側って？後ろの右側に立つのが。なんで？いや真ん中が空いてるから。どういうこと？いやどういうこと？ここが空いてるのにここに立ってるじゃん。え、10人だからそれはダブルセンターだったら絶対に真ん中空いちゃう。あ、そういうことね。ん？しかもこっちが可愛い選抜でこっちが格好いい選抜だよ。あ、そうなんや。え、だってそうじゃん。今知りました。なんでだってこう歌ってるの右側だけじゃん。ほらここが今から歌うし、照明もここしか当たらないんだよ最初。ほら本当だ、後ろもこっちだけついてるよ。こんなに見てたのに。でもさ DMM で抜かれる時みんなまんべんなく結構抜いてはるやん、この曲は。うん、ショッピングってこれ。ショッピングってあの買い物カゴだよね。いつも思ってた。いつから買い物カゴになったんだろう、ね。ショッピングモールだよ、ちなみに。あ、かわいい。めっちゃ真剣や。真剣？何が？真剣？見てるの。あ、口開いてってこと？すごいね、ソフトクリームが一番セリが怖いよね。アドレナリンより怖いかも。そうなんや。そう、風そよいでます、暑いから。風そよいでる。あ、てんなちゃん。でってでれれれれ。懐かしい。そんな高いかなセリ。そうかな、これ高かったらタンポポとかほんま高いんじゃん。スキャンダラスとか、スキャンダラスタンポポと同じぐらいだよね。何メートルなんやろ、こけない、何メートルっていうか何センチなんやろ。あの一回も怪我がなくてよかったね最後まで。ねね、よかった。
もう座るの可愛いよね。セリンに座るのめっちゃ可愛くない？うん、今思えばだけど。あれだけ一人でやってるやつでしょ。そう、ちょっと寂しい。寂しいやつね。何メートル高すぎだよね。やばい。それこそ絶対落ちたやばいやつ。セリン座るの可愛いよね。なくない？なかなか。セリンに座るのはあのボーイフレンドとかしかないよね。少ないよね。南海公園のリバイバルとかもやってほしいね。うん、やってほしい。見たいな。もうめっちゃ需要ある。もう絶対見るもんやね。あ、来た、あれの半分噛んだセリフ。一番最初あれだったもんね、振り向いた時に口閉じてたから。このコールめっちゃいいんですよ。めっちゃ嬉しいので、たくさんしてくださりありがとうございました。ここぐらいしかないからね、ソロ。うん、ほとんどの人だけど、ここぐらいしかないからね。一人だけのコールのやつ。冠ライブとは違うのかな、リバイバルって。夢にぎ公演はリバイバルだったの？どうなのね。リバイバルではないのか。何が違うんだ。髪伸びてるよね、でも。うん、伸びてるよ、やっぱ。伸びたね、もう。なんかもう、なんか肩まで当たりそうだもん、今。振り向いてのコール盛り上がりどころだよね。あのコールめっちゃ好き。一人だけだよね。じゃあ。あ、なんかこの鴨ネギのソロダンスのコールはいつからか発生しましたよね。しかも3回目くらいでなんか定着してたし。今42分ですね。ん？ 42 分ですね。どうしよう、ちょっとアンコールまで割愛させてもらおうかな。うん、あの、あれだもんね、皆さんがゾロッと出てくるとこも。そうそうそう、そこ見たいから。タンポポアンコールまでちょっと割愛します。つぼみたちと、うん、タンポポと、お、工場も聞こ。ああ、そっか、工場知らなかった。ケーキコールはしてたけど工場知らなかった。しかもなんか3人くらい言ってない？なんか人代わりで。ああ、卒業式の日みたいなやつ。え、そういうわけじゃないけど。卒業式です。知らなかった、知らなかった。確かにカモネギのソロダンス前あったもんね。その時もコールあったらよかったけど。でもでも新しく誕生することあるんだねと思ってびっくりした。工場聞いてます。イエーイ、すごい。何人かで、イエーイ、何人かで打ち合わせして言ってくださったんだ。520日なんだ。イエーイ。520日なんだ、知らなかった。めっちゃ嬉しかった、びっくりしたもん。バカタン、大迫力でしたね。嬉しかった、めっちゃ。名前コール、
旧機コールナウです。すごい千秋楽は珍しく ずっと噛んだ、ずっと全体を映してくださってたんだね。すごいめっちゃヨシミンコール、ヨシミンコールちゃう、ヨシミンペンライトが引きからでもたくさん見えますね。目立つよね、その色の合わせ方が ねずっと引きだったんだね、知らなかった。あ、出てきた。あ、うちわもでも抜かれてる。ちょっと頭しか落ちてないようちわも抜かれてる。ちょびっと出てきました、つぼみたち。あ、そういえばあれ、コンサートのスニーカーがね、昇格したからカラフルスニーカーに変わってたの気づきましたか、みんな。そう、あれ研究生は白スニーカーって決まってるから、あれでも公演の時世代交代ではあの白スニーカーだったんだけど、コンサートは正規メンバーはなんかカラフルスニーカーをあの場に振られてね、あれは白と紫のスニーカーでした。レイさんとミカナさんと同じなんだよ。そう、スニーカー変わったの気づいた、みんな。えれ、かわいいよね。変わるのかな、どうかなと思ったら変わってました。嬉しい。ほえーへえほえー、やばい。え、意外と気づかないものなのか。そう、スニーカー違うんですよ、実は。コンサートの時はね、つぼみたちいいよね。そう、おニューのスニーカーでしたおニューのスニーカー。つぼみたちいいよね。あ、知ってた？ほんま？最前とは気にしなかったそうなんやまあ靴ってあんま見ないよね。でもめっちゃスニーカーかわいいとずっと思ってた。スニーカーカラフルバージョンね。あ、もうすぐ映る。あ、映った。ホノピーのやつ、ね、ホノピーのやつ。あ、おかえ、ただいま。あ、それだけでした、おじいちゃん。あやねが大好きだからね。送ったっけ、もうこれ。靴、え、靴の話送ったっけ、スニーカーの話。送ってたよ。そうだっけ。うん、あ、なんかしたような気がする。あ、送ったな、確かに、もばめで。いいよね、つぼみたち。ただいま。あ、来た、さゆきちゃんとペアのやつ。これいつも何か言ってるあの次のお弁当とか言ってる最初はあれだったよね、なんか息が、あやねがなんかそこの息が誰とも合ってなくてドキドキしたわ。冷やし中華とかずっと言ってる、いつもあ、なんかぶつかった。なんか着るのかな、他では。いや、もう着ないと思うよ。あゆみさんも自分ご自身の研究生の時の T シャツを着て出られてたんですよね。それはただ保管してくださってただけだと思うよ、西尾さんが。それは保管はされてると思うけど、出るタイミングは、あ、着るタイミングはあんまないよね。ちょっとタンポポまで割愛します。あ、みさちゃんの熱いスピーチが。みさちゃんの熱い、一人ずつ大きな花を咲かせました。わ、タンポポ始まった。いつもいいこと言うよね、みそらちゃん。まだ泣いてないんだよね、みんな。なんかあやねがね、ちょっとうすら笑いしてるのが面白かった。うすら笑いしてないよ
でも途中から泣いてるの。なんかめっちゃ目がお決まりバキバキだった目が。レイラがキルキルしてる。ちょっとカッコつけてない今のとこ。カッコつけてないよ。タンポポの時抜かれ率高いよね。あれね、うん、なんかわかんないけどいつもなんか真ん中にいる感じじゃない。ユカタンポジなんかタンポポいつも真ん中にいるんだよね。あ、それなんかな。ユカタンがタンポポのなんかちょっと表情うまいとかそういう感じだと思う。星花火ありがとうございます。そうたまたまあれがユカタンポジだから。あ、もう泣いてるんでなちゃん早っ。うっすら泣いてるよねでも。あ、みたん、かわいい。そう、リオピーの涙がなんかちょっとぐっときたわ。それ前も言ったけど、星花火ありがとうございます。あ、来た、この入れ替わりいいよね、楽しい、いつもここポロピーとテンダがもう泣いてる。早いよ。横向くときちょっと姿勢緊張するよね。でも反り腰すぎてこの横向いてるときの姉の姿勢がもうゴリラみたいってよく言われる。誰に？先生に。反り腰だから。ああ、反り腰だからさ、腰がこうこう上がってるんですよ、はいはい、ポリポリ。カルガモみたいになってるってことね。わかんない、カルガモはわかんないけど。泣いてるテーナちゃん。あ、だからちょっと姿勢が悪くなっちゃったのかな、反り腰を意識して。なんか結構前かがみになっちゃってるよね逆に今は。うん、それはあんま関係ないと思うけど。あ、なんか上からカメラとかあったんだ。上からカメラとかあったんだ。キルキルレイヤーが通ります。かわいい。確かになんかタンポポなんかめっちゃ抜かれないよね。タンポポ一番抜かれてる気がするんだけど。ソフトクリームセンターさせてもらってるのに。ソフトクリームよりも抜かれてるじゃん。ソフトクリーム最後とか違う人だよね。うん、いつもね、まあ、多分この下だから抜きにくいのはあると思うけど、抜こうとしたら多分ファンの人の頭映っちゃうんじゃないですか。ゆかちゃんの時結構ゆかちゃんだ。あれアップないなみたいな。あ、ケーキコール、みんな泣いてる。ほら、ホノピー泣いてる。うん、ホノピー泣いてるのもグッとくるよね。あ、綺麗な子よりいいな。あ、あれも泣いてる。そう、今度あやねなんか泣いてん、両目から涙流してんねん。そうそうね。テナちゃんが想像以上に泣いてた。ちょっと前髪の短い西島も可愛い。このコールがすごいよね。涙も泣いてる。コールが、そう、吸気コールめっちゃ感動した。あれの去年の生誕祭の時もすごかったけど、うわー、終わりました。降りてくるとき現実に帰ってくるよね。なんか
流れ星キャッチだからね。流れ星キャッチ割愛してみんな登場するところ、あ、来た来た。そう、みんな最初はユキナに気づかないんですけど、おーってなった瞬間、あ、いい時に帰ってきた。ちょっと1分後くらいにみんながユキナに気づき始めた瞬間が面白かったです。ユキナかわいい。気持ちがいらだってく、やってくれないかな。あとあれあれ、ゼミチェンの子無表情でこうするところ、そう、時間差でみんな気づいてて、なんか半分席立ち上がってる人いっぱいいたもん。あ、おほーって、ガタガタって、ガタ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 って。ゆみさんのコメントもあり、公演を持てたってのはすごいよね。ゆみさんと一緒につないコートやりたかったね、最後に。あ、そうだね。一人ではできないからね。あれがたまたま奇跡だったからね。大丈夫、お呼びします、うん。ありがとうございました。世代交代、千秋楽見ながら配信。ありがとうございました。よし、大丈夫します。明日はバチバチよろしくお願いします。待ってます。天候に気をつけてみんなお待ちしてます。13位大くんありがとうございます。12位たかみんさんありがとうございます。11位よしくんありがとうございます。12位うらべさんありがとうございます。9位平八さんありがとうございます。8位スティッチさんありがとうございます。7位ウーカメインの発行士さんありがとうございます。6位ミョンさんありがとうございます。5位マキシさんありがとうございます。4位ヤスさんありがとうございます。そして3位はデデデデデマミちゃんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はデデデデデデヨンさんでした。ありがとうございます。そしてこの配信の1位はデデデデデデデエフさんでした。ありがとうございます。パチ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 、星花火などなどたくさんありがとうございました。何するのかな、バチバチ楽しみ。 あの今22時から、あ、22時からそうだ、9期バラエティ放送室ぜひ見てください。今日のミンミンタンまで、最後までぜひ見てください。それでは、あ、バラエティ王は誰になるのかぜひ見てください。それでは次の配信も来てくれるかな。またねー。